ルネカノのブルチャンネル。今日はですね、もう皆さんお気づきとは思うんですけども、趣向を変えて、我が家の和室から、ブルチャンネルを撮影しています。この部屋は、普段はあんまり使っていなくって、ゲストルームというか、お客さん来た時に、家族とか友達が来た時に、泊まってもらう部屋です。で一応私の、いろいろ今までのグッズとか、あとね、こういう三節棍ですね、これはね。これ金網、2回目の金網の時に使った凶器、何でも持ってきていいですよっていう試合だったんで、私は三節棍持ってったのかな。まだちゃんと取ってあって、ね、懐かしいですね。これ本当に今持つと重たくて、それで痛い、多分足は痛かったと思いますまあそんなのがありながら、前に言ってた今週はね、対談する対談の形式で放送しますよって言ったんだけども、実は今日さっき対談の動画撮ってきました。ちょっとね、編集間に合わなかったんで、今回も一人喋りなんですけども、びっくりしたのが、一人喋りでね、なんか喋ってほしいことあったら書いてコメントしてくださいって言ったら、本当にいろいろみんなちゃんと聞いててくれてんだなと思って、すごい嬉しかったんですけども、あと試合の、私がこの間はCMLL のね、試合についていろいろ話をしたんだけど、1回目の時は、オタフ体育館の、北斗晶戦のやつ、私が CMLL の1回目の防衛戦をやった時のマイクアピールの話をいろいろしたんだけども、それでね、補足がありますよとかね、北斗がそのベルトが欲しいんだよって言ってたよとか、一番その自分が心に残った言葉っていうのは、あの時にブルさんが言った、北斗、自分の体大事に、大切にしろよとかね、本当は言ってたんだよね。そこをちょっと言わないで、そしたらコメントで書いてきてくれてありがとうございました。言った言葉だったり一言一言がファンの人のあの時の試合の中で、試合よりもマイクアピールすごい印象に残ってるって言ってくれてて、でその言葉でその人の中の何かに残るっていうかね、そういう部分 の, 試合がまあできたんじゃないかなと思って、このマイクアピールの話、コメントの中ですごい嬉しかったのが、この試合を見た時に、これを見て今はもう反則をするのがヒールではなくて、強くてかっこいい人がヒールなんだと思いましたっていうコメントをいただいて、いや本当に嬉しかったし、でこのことはかっこいいなと思って、この人男性か女性かちょっとわからないんですけども、この人もしレスラーだったらめちゃくちゃいいマイクアピールするんだろうなと思ってありがとうございます。いろいろやってくれてね。で、一人しゃべりでなんか聞いてほしいことありますかっていうので、まず一個、ブルナカのなぜ裸足で試合をすることになったのかとか、なんだろう、金網デスマッチ、私が全部で5回やってるんだけども、初めのアジア2回ブルナカのモンスターリッパー対、アジャコングバイソンキブラで、その後に北斗晶堀田由美子、この5回やってるんだけども、初めのね、この3試合は分かるんだけども、堀田とか北斗っていうのは そこまでの因縁がないのに、なんで金網デスマッチやったんですかとかっていう質問もありました。これいろんな質問いただいて、あと個人的にはモンスターリッパーについて聞きたいっていう話、コメント2個ありましたね。すごいね、モンスターリッパーなくなってしまったのでね、外国人レスラーとの交流について、前場に行った時のね、メデューサについてぜひ聞きたいっていうのと、あとはね、最近のことで、もし今現役の選手と戦うとしたら誰と試合をして、どんな形式で試合をしたいですか、それからブルさんが未来のプロレスラーに指導することはありますか、あればその指導を受けたいです、ぜひともよろしくお願いします、その指導を受けたいです。この人レスラーなのかな、まさか違うよねどういうことなんだろう。もし今現役選手と戦うとしたら誰と試合したいかっていうのは、前に紅の、コラボした動画の中でも話したんだけど、誰って言ったかな、あの時はよしこ、白井伊代、飛鳥って言ったのかな、そんな話もしました。どういう試合形式でって言ったら、多分全然金網とかそんなんじゃなくて、普通 の, 形式でやりたいと思っていると思います。なんでこの試合この3人選んだんですかっていう、多分紅の方の動画では、こういうふうに答えたの、多分チケットをが売れる、ブルナカノ対ヨシコ、ブルナカノ対白井伊代、ブルナカノ対アスカだったらチケットが売れるだろうなっていうことで、この試合をこの3人を選んだんだと思います。この質問一個一個が結構深いので、パパパーっと話せる内容じゃなかったんで、他のちょっとコメントは
三宅アナウンサーを殴っていた、よくあのインタビューされながら殴ってありました。その時の話とか、あと今井リングアナウンサーのお話が聞きたいですっていうのもありましたね。コメントをいただいて、この間言った時にね、こんなに質問をしてくれるってことはなんとなく想像ができて、もしあのライブ配信とかをやったとしたらこういう感じにあの質問がバーッと出てきて、ライブをしながら、ああなんとかさん質問とかで答えていくんだろうなっていうのをちょっと想像できました。あの今までね、まだライブ配信一回もやってないので、どうにかあの10万人行った時にやろうっていうのは前にも言ったと思うんですけども、10万人達成で、ライブ配信もやりたいと思うので、ちょっとその時に役に立ちましたね、これね。すごいみんないろいろ質問を書いてくれたんで、一番びっくりしたのは、モンスターリッパーさんのことについてっていうのに2個あったんで、あモンスターのそういえばそうだなと思って、あのまあ、ちょっと今日モンスターの話にしようかなとは思ってるんだけど、モンスターリーパーが17歳の時に、ビューティーペアさんたちの相手役のヒールとしてあのもう大活躍してた。でそれが終わった後、ビューティーペアさんの人気がなくなって、その後にまたクラッシュガールズが出た時にまたクラッシュガールズさん対モンスターっていうのもあったんだよね。それでクラッシュが引退した後に今度は私 と、モンスターリッパーっていうこうなんか親子3代みたいな感じで、それを全部モンスターリッパーが、3役やっていた。こんな長い間で、だから17歳の時に、ビューティーピアさんとやってたんだから、私とやった時っていうのはもう40とか40ちょっと言ってたのかな、多分だと思います。それなのにあの全然衰えずに、あとあの体重をずっと、まあ UTP 屋さんの時に比べたらあのもっと大きくはなってたんだけども、あの体重をずっと維持してたんだなっていうのもすごかったし、新人の、まあ、クラシガイズさんたちとやってる時も見てたから、自分が新人の時にあのモンスター来てて、モンスターはモンちゃんって呼ばれてましたね、みんなにモンちゃんモンちゃんって。で日本語英語スペイン語話せたんで、日本語もちょろっとね話せてたのかな、でも必要なことは全部話せたかな。特に結構あの、フリーとしていろんなところにこう日本、アメリカも出たと思うし、メキシコもでも試合もしてたから、こう交渉だったりね、お金のこととか、ね、すごくシビアで、あこんなにはっきりとお金のことを口に出して、あ外国人さんは言うのかなっていうふうに初め思ってたのがすごいモンちゃんの印象で、なんかね地方に行った時に、激励賞なのかな、激励賞か、もう一個なんかお金を包むなんか名前があって、それは選手全員で分けるっていう風に決まっていて、控え室になんかこう20万かなんかバーンって来て、これをじゃあ選手で分けてみたいな。でその時私が一番上だったから、こうみんな選手にあの上からどんどんあの多めだな、新人は少なくなっていくみたいな感じで分けてる時に、あのもんちゃんが来て、もんちゃんのお金はって言ってね、ちゃんと今書いてあの計算してるけど大丈夫って言って、あの結構シビアにお金のことはしっかりと、あのそれを私はその時当時はちょっとその、まあ、日本にしかまだいなかったから、あお金のことこんなにはっきり言うしてるんだなっていうイメージだったけども、あの実際自分が海外とかアメリカとかメキシコ行くようになって、あそういうのしっかりしなくちゃいけないんだなっていうのはあの身をもってあの勉強したから、あもんちゃんはやっぱりあの若い時からね、あちこちに行って自分で自分の身を守らなくちゃいけないから、すごくそういうとこはシビアにあのやっていた選手で、試合は試合であの多分なんだけど、あのビューティーピアさんの時 と、クラッシュギャルさんの時と、私のライバルで言ってくれた時と、多分試合内容というかね、試合の技ほぼあの変わってないと思うんですよ。昔から、まあ、体当たりボディアタックだったり、まあ、反則技だったり、あのあギロチンとかもやってたのかな、なんかセカンドロープからやってるイメージありましたけどね、なんかほとんど技はあまり数はなかったのに、ものすごい時間をリングの中で試合をするっていうことができたあの選手だから、あのまあ反則攻撃も多かったんだけども、あのやっぱ見せるって部分ではもうすごくって、あの
技がなくても試合ができる選手なんだなっていうのは印象がありますね。だから本人はすごく体重が重たくって100キロ以上私が戦った時もあったと思うから、もう投げることができないし、あの多分私のことも投げるのも大変だったと思います。今まではやっぱりビューティーペアさんとかクラシガルさんとか、やっぱ細い、自分からしたら細い選手相手にしたからあのやりやすかったとは思うんだけども、あの私の場合は多分同じぐらいの体重があったんでやりづらい選手だったと思います。私もすごくやりづらかったし、まあ、ずっとその前はアジャともやっていたんで少しは大きい体の人たちとの戦い方っていうのは分かってるんだけども、アジャはなんて太っていてもしっかりと筋肉で硬いから投げようとするとしっかりこう持てる。でもあのパンチャの場合はやっぱりこう女性っぽい体っていうか脂肪体質だったんでこうグニャッとしちゃうからこう力が入んないっていうか、多分私と似てる感じだったのかもしれないんだけど、こうギュッていうかあのグニュッていう感じでやりづらかったですね、すごくね。で、まあ、最終的にこの試合は、もんちゃんともあのシングルマッチでもやったことあったんだけども、その時は勝って、回転、トップロープからの回転行事に勝ったのかな。もうその前もう全然何もあのこうできなくって、久しぶりに私がもう子供のように新人のように感触を起こしてわーってやったのを覚えてますね。もうどうにもなんない、どうしようみたいな、それをいつもだったら頭の中で考えていながらチクショーと思ってるんだけど、もうあの頭の中だけで収まらずに試合中にあのまあみたいな感じでわーってあの何振り構わず、あのよくトヨタちゃんがわーってやるのと同じような感じでもんちゃんにやったのを覚えています。そうですね、モンスターリッパーのあの普段っていうのはほとんど選手の前場の選手の人とは関わらなかったですね。多分それはなんかこう今までの経験上、まあ新人の、まあ、もんちゃんが新人の時は分かんなかったけども、多分ビューティーペアさん、クラッシュガールさん、私とこう戦っていくうちに、なんて言うんだろう、まあ、仕事として割り切っていたのか、あんましこう普段食事に行くとかどっかに出かけるってことはまずなかったですね。他の外国人選手の方もほとんどなかったです。デビー・マレンコ、唯一デビー・マレンコ選手は長谷川咲ちゃんと組んでたりとかしたんで、こうちょっと日本人にあの近い感じの存在であって、ちょっと、まあ、その辺の同期とかは一緒に食事とかは行ったのかもしれないんだけども、他の外国人選手だったり、まあ、特にもんちゃんは、一度も、まあ、日本での食事に行ったり、どっか行こうかっていうことは一度もなかったですね。極悪同盟の時にはもん、ちゃんは同じ控室でした。もんちゃんが、クラッシュと戦うから、極悪同盟の控室にもんちゃんがいました。なんかもんちゃんに言われたのは、なんか私が化粧が多分まだ新人で下手でこう時間がかかっちゃってたんだと思うんだけども、あのメイク遅いねって言われたのをすごい覚えてます。いつまでやってんだぐらいの感じでメイク遅いねってなんか言われましたね。うん、思い出そんな感じかな。でもあのまあ3代こうやってきた中で一番最後私と戦ってくれて、一つもなんて言うんだろう、老いを感じなかったというか、年も感じなかったし勢いはすごかったし、あのもんちゃんがいつも試合中にねはーって出す声、あの甲高い声懐かしいですね。なんかあの最後、なあのもんちゃんが亡くなっちゃったよっていうのを聞いて、海外、もちろん海外、日本ではないので海外で会えなくなっちゃったのかっていうのを聞いて寂しかったですけども、多分もんちゃんのことだからきっと最後まであの自分の思うように自分の好きな国でプロレスやってたんだろうなと思って、はい、あの感謝ですね。大先輩の、外国人レスラーの方で、私は日本人で初めての
赤いベルトをスイダベイのシングルを取りましたけども、外国人では唯一、モンスターリーパー選手が取ったんだと思います。これまたちょっとまた今ちょっと疑惑が湧いてしまったんですけど、もしかしてラ・ギャラクティカも取ったかなっていうちょっと一瞬思ったんです。多分モンちゃんしか取ってないと思うんで、悪役ではね、初めての、スイダベイのシングルチャンピオンを取ったのは私って、思ってたんる人も多いと思うんだけども、その前に、もんちゃんがね一回ビューティーピアさんの時代に撮ってるのかな、もしかしたらこれジャッキーさんから撮ったのかもしれないですね、なんかそんな偉大な、大先輩の外国人ヒールレスラー、モンスターリッパーの話でした。ちょっと長くなっちゃったんですけども、機会があればいろんな先ほどねもらった、コメントの質問もこれから答えていきたいと思います。ありがとうございました。ヘッドカバーも、売ってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。